投資ファンドへの売却をめぐって揺れる大手デパート・総合西部は、労働組合がストライキを実施する場合、西部池袋本店を明日全館臨時休業する方針で最終調整に入りました。総合西部をめぐっては、親会社のセブンアイホールディングスがアメリカの投資ファンドに売却することを決めています。 しかし売却後の雇用維持などで関係者の理解を得られておらずそごう・総合西部の労働組合は明日から西武池袋本店でストを行う可能性を通知していましたこれについてそごう・総合西部の会社側はストが実施される場合明日、西武池袋本店を全館臨時休業する方針で最終調整に入りました。 セブンアイ首脳は今朝、記者団に対し組合のストに対する譲歩に否定的姿勢を示しています。